今日はちょっと株、日本の株の話したいんですけど、今日は238円高だけど、値下がりで見てみると結構下がってる、企業は下がってるんですけど、出来高見ると 5番目に楽天グループ。なんと今日、9% 下げ。9%。すごいですよね。1日で 9% 下げです。何があったんだっていうと、この株価ライン見てください。実は楽天グループって、ものすごい大企業なんですけど、これ俺の気のせいなのかな？あんま良くないな、経営状況は。あんま良くない。あんま使いすぎてるお金を。金使えばいいってもんじゃないっていう良い見本みたいな感じですかね。とにかく会社を拡大するためにお金を底なしに使いまくってるけど赤字決算なんですね。で、こんな感じで普通の株価だったんですけど、良い材料出てきたんですよ。なぜか突然コロッと良い材料。そしたらみんな、あ、いい材料出てきたなって言って株価買って、どんどん株価買って、どんどん上がってった矢先に、今日、なんて言えばいいのかな。金がないって、いう話が出て、なんて言えばいいの、増資だっけ、あれ忘れちゃったな。新たに、株式を発行して、金集める、借金返すために、っていう差も、ほんと、自転車操業ですよね、もはやね。もう何千億単位で金返さなきゃいけなくなっちゃってるんですよね。借金で首が回んなくなって。1年間で。で、その金がちょっと、やばいから、株式をどんどん発行して、金を底なしに集めようっていう、まあ、それは大げさなんですけど、それ聞いたらみんなびっくりして、ナイアガラですよ、これ。壁になってるんですよ。ストン !10%。9%。みんなびっくりしたよね。いい材料が出てきたから、みんな飛びついて、どんどん株価買ってたら、今日金がなくて、株を大量発行して、金集めます。ストーン !640。9.05。これ、あんま良くないな。昔1200円してたんですよ、これ。もっと、あ、やべ。それが今半分ぐらいになっちゃってんですけど、チャート見るか。10年見てみるか、10年。10年。高い時は2000、円してて、これ今厳しいな。低空飛行ですよね、これね。600円台。やっぱり、身の丈に合った経営をしないと、楽天みたいになっちゃうぞ。これほんと、怖いよ、ちょっと。大企業だから潰れるわけはないだろうと思ってるかもしれないですけど、みんな。まあ俺も、まさか楽天が潰れるとは思わないんだけど、俺自分株は素人だけど、当てにしないでください。素人ですから、ほぼ9割9分は素人だから、株なんてほとんど買った時ないから、まさか潰れるわけないと思うんだけど、金がないんだよな、この楽天って。
また金なくなったら株発行して集める、また金がなくなったら株発行して集めるってなったら、ほんと株主の人そのたんびにわけわかんなくなっちゃいますね。もうほんとどうなっちゃうんですかね。それ来年は借金返さなきゃいけない、何3000億ぐらい1年間に。金借りすぎ、借金のために、借金払うためにや経営してるような。なんだろうこれ、楽天グループ大丈夫かこれ。あと俺が思ってるのは、出来高で出てるかな、東京電力は。もうこれはわけわかんないことになってから手出さない方がいいですよ。あとはないか、あと出来高でないのか、あ珍しいな。ソフトバンク、ソフトバンクグループ、おお結構下がってないな、変わんないな、相変わらず株価。へえ。チャート見てみるか。10年当てになんないな、これは9000っていうの。いや思ったほど下がってないな。このソフトバンクっていう、ソフトバンクグループもうちょっと金使いすぎてるね。なんかなんでも手つけて、なんでも痛みになってるような感じで、もう儲けっときもあれば損すっときもあるっていうのをやってんですけど、いろいろと。この企業もどうなんだ、こっち版はあれか、うん、そんなに株価はバカみたいには下がってないね。そっかそっか。事業を拡大するのにはお金がかかる、そこなしに。だから、うん。とにかく事業拡大するにはお金がかかるので、俺、こじんまりとした会社でいいと思うんですよね。従業員2、3人の。10人も20人もいたら人件費に食われて終わりですよ。まあ、それで成り立ってる企業は本当すごいですよね。逆に。利益バンバン上げてる企業じゃないですかね。大抵の会社は、仕事が薄くなってくる一方で、従業員どんどん減らしていく感じじゃないですかね。まあ、うん。やっぱ今は、従業員、申し訳ないんだけど、従業員は一切抱えないで、応援に来てもらってるっていう感じで、もう、雇うしかないんですよね。厳しいけど、これが現実なんですよ。もう応援に来てもらってて、仕事ある時だけ応援に来てもらうと。で、仕事ない時は、応援に来ないでくださいって。なんか自分で頑張ってくださいって。これが現実なんですよ。派遣社員とか。そうですね。
だからどうしたらじゃあ。これが現実なんですよ。以上。